遠すぎた橋の原作者、コーネリアス・ライアンの妻であるキャシー・ライアンと共に、1975年撮影。ジョセフ・エドワード・ラビーンは、アメリカ合衆国の映画プロデューサーである。日本ではその名をフランス語式に発音した、ジョーゼフ・レビーンという表記も見られるが、本人はアメリカ生まれのアメリカ人であり、フランス語との接点は、全くない。マサチューセッツ州ボストン出身。 彼の設立したインディペンデント映画会社エンバシー・ピクチャーズは、ヘラクレス、大いなる野望、ハーロー、冬のライオン、卒業、遠すぎた橋といった映画の制作と配給を行ってきた。1959年に公開されたヘラクレスから始まった映画業界における大々的な宣伝手法を確立した人物としてよく知られている。彼はまたアメリカに ゴジラを持ち込んだきっかけとなった人物でもある。ラビーンは霧の夜の旋律において音楽にピートルゴロを採用し、全体の映像を白黒にしながら流血シーンだけ赤くするという手法を取った。ラビーンはかつて1920年代後半から1930年代にかけて RKO でキングコングなどの宣伝を行ったテディ・ターナーを雇った。 ラビーンとターナーによる宣伝は、一般大衆だけでなく、映画業界や映画監視たちに対しても行われた。1964年、長年の功績が認められゴールデングローブ賞、セシル・ビー・デミル賞を受賞。1987年、コネチカット州グリニジにて死去。81歳没。ありがとうございます。